アジア的生産様式とは、マルクス主義における社会の発展段階の一つで、原始共同体と奴隷制の間に存在し得る、古代アジアに見られた、史上最初の階級社会及び生産形態のこと。カール・マルクスは1859年に表した、経済学批判の序文で、資本主義に先行する階級社会として、奴隷制や封建制に並べて、 アジア的生産様式を挙げた。その後、このアジア的生産様式が何を意味するのかについて論争が行われた。アジア社会に特有な歴史段階であり、独特な社会構成であるとする解釈、原始共産性社会の別名であるとする解釈、アジア的封建制であるとする解釈などが存在した。その結果、古代奴隷制の一類型という解釈が有力と、 なった。ところが、1939年にソ連で発表されたマルクスの以降、資本性生産に先行する処刑体が交換され、マルクスの考えていたアジア的生産様式の内容が具体的な形で明らかになった。資本性生産に先行する処刑体の中でマルクスは、アジア的生産様式は古代的、封建的生産様式とは異なって、 アジア的土地所有においては、共同体の所有はあっても、個人の所有はなく、個人は共同体成員として、それを保有しているに過ぎない、としている。これは、個人が土地を分配されるのみの存在であって、共同体から自立できないことを示しており、これは、原始共同体の社会構成とも異なることを示した。また、マルクスは、このような機能を国家的規模で、 独占管理し、共同体の生産と労働を効能制度によって集奪しているのが先制君主であると指摘した。以上により、マルクス主義ではアジア的生産様式とは原始共同体の解体によって発生した最初の階級社会と位置づけられた。この生産様式は古代中国、インドにとどまらず、エジプトメソポタミアなどの各古代先制国家、そして 実料体制以前の日本にも存在したとされている。中国学者のカール・ウィット・フォーゲルは、社会主義国をアジア的生産様式に基づいている、東洋的先制主義であると批判した。マーシャル、ゴードン、エイジアティック・モード・オブ・プロダクション、エイ・ディクショナリー・オブ・ソシオロジー、ルイス、マーチン、ウィガン、キャロン、ザ・ミス・オブ・コンティネンツ、エイ・クリティック・オブ・メタジオグロフィ、バークリー、 ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、P94、ISBN 9780520207431、ウィッテ・フォーゲル、カール、オリエンタル・デスポティズム、1, el, Carl, ism, A ・コンパラティブ・スタディ・オブ・トータル・パワー、ニュー・ヘイブン、イエール・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。